今日私が訪れたのは東京上野にある東京国立博物館の表慶館です。クラシックで素敵な建物ですね。ここで日本の伝統芸能を体感できるそうでとても楽しみです。まずこの部屋は、歌舞伎の展示ですね。会場が芝居小屋のようになっています。桟敷で見物している人たちも生き生きしています。今にも話し声が聞こえそうです。きっと江戸時代の人たちにとって歌舞伎見物は待ちに待った晴れの日だったんでしょうね。もちろん今もそうですけど、この展示は義経千本桜道行初音の旅の舞台です。目の前には桜満開の吉野山、上からは花びらを幾筋にも吊るした吊り枝が下がり、観客もお花見気分です。歌舞伎では大道具を飾るという言葉があるそうです。観客からどう見えるかを一番に考えるから、木の幹も裏側は真っ平ら、とても合理的にできています。こちらは佐藤忠信と静香御前の衣装。静香御前は銀四段の花串を刺した吹き輪というかつらをつけて、いかにもお姫様。艶やかな飛輪図の着付けに白織物の常盤衣の衣装。お姫様役は振り袖を着ますが、静香御前は実は白拍子と呼ばれる女芸人です。そのためよく見ると袖の丈が短くなっています。静香御前に付き従う佐藤忠信は実は狐の化身です。展示のかつらは不可思議の前蛇線といって、昔風に言えばやさ男、今風に言えばキリッとしたイケメンに使うかつらです。衣装に散らした車輪の柄は源氏車といい、平安貴族の乗り物牛車の車輪を図案化したものです。舞台下手、客席から向かって左には細い窓が開いていて、中に御簾が下がっています。ちょっと覗いてみましょう。中に並んでいるのはこれ楽器ですね。ここは歌、三味線、鳴り物などの演奏家のためのスペースで、ここで演奏される音楽は黒御簾音楽と言われています。そしてここは体験コーナー。実際に歌舞伎で使われる楽器に触れて音を出せる貴重な体験が用意されていました。楽太鼓は2本のバチで打つ扁平な太鼓。いい音が出ていますね。歌舞伎を見に行った時のようなワクワクした気持ちになってきました。これは仏具のリンを使ったもので、西洋のオルゴールの音色を真似て作られています。壁にずらりと飾ってあるのは歌舞伎役者を描いた錦絵。今で言えばスターやアイドルのブロマイドのようなものです。並んでいるのは歌舞伎の小道具ですね。下箱、振り出し帳、印籠、タバコ入れ、キセル、深編み傘、なかなか似合いますよ。中からはちゃんと外が見えるんですね。これはまな板の上の鯉。息の良さは操る人の腕次第。待ってました歌舞伎十八番のうち、しばらく
こうしてみるとすごい迫力です。袖の家紋を大きく白抜きにしたものを大紋と言います。主人公鎌倉権五郎景政の衣装は市川家の家紋である三升を大きく染め抜いたのが特徴で、二代目團十郎が工夫したものだそう。舞台では大紋の袖に突っかい棒を入れてピンと張って見せています。まるでテントのようですが、この衣装が悪人を成敗する正義の味方スーパーマンらしさを表しています。景政の大立ちは2メートル以上はあるでしょうか。この長さを舞台で振りますのですから、まさに荒ごと。この部屋には歌舞伎の衣装が並んでいます。同じ朝顔をモチーフにした衣装でも随分印象が違いますね。助六ゆかりの江戸桜の朝顔先兵の衣装は大振りの朝顔が大胆に描かれています。一方、女型である小写し朝顔話のみゆきの衣装には可憐な朝顔が淡い色合いで表現されています。戸隠山中へもみじ狩りに行った平のこれ持ちが出会う美しいお姫様さらしな姫が着ているのがこの衣装です。場面にちなみ、もみじの縫い取りをメインにしたデザインになっています。もみじ狩りに行くときにはもみじの柄の衣装を着るとはなんておしゃれなんでしょう。でもさらしな姫、実は鬼なのです。平のこれ持ちの衣装は武士とは思えない優美なもの。貴族のような衣装で大立ち回りをやるからかえって力強さが引き立つのかもしれません。さまざまな種類の花を丸型にして散らした花の丸というデザインが施されています。詐欺娘が詐欺の姿に戻る前の赤い着物です。赤地にしだれ梅と役にちなんだ詐欺の柄が描かれ、縁を縫い取られた豪華な衣装です。こちらは菅原伝授手習い鏡の松王丸の衣装。雪持ち松は本心を隠して耐える松王丸の苦悩を表現しています。松王丸の衣装は現在は黒地が一般的ですが、六代目尾上菊五郎は銀ねず色の衣装。斜めに入った地紋にすることでほっそり見せようとしたとか。いつの時代もスリムに見せる工夫があるんですね。このコーナーでは熊取りを紹介しています。熊取りは顔の血管や筋を大げさに表現したもので、その分類は数十種類にもなります。紅熊の赤は正義感や勇気、血気盛んな若さを表し、藍熊の青はスケールの大きな悪人や怨霊に用いられ、茶熊は鬼や妖怪変化を表現しています。しばらくの錦絵を見ても、一つの作品の中に異なる種類の熊取りがあるのがわかります。菅原伝授手習い鏡の車引きの場面でもさまざまな熊取りが見られます。この掛け軸は熊取りを描いたもの？そうではなくて、舞台が終わった直後、汗で化粧が浮いた状態の熊取りを布や紙に押し当てて写し取ったもので、押し熊と言います。お相撲さんの手形色紙は見たことがあるかもしれませんが、顔の熊取りを写し取るとは歌舞伎ならではですね。ごひいきの役者のものはお宝になったそうです。ここは熊取りを自分の顔に合成できる体験コーナー。まず自分の名前を入力、おしろいを塗り、
熊を取り、最後に炭を入れます。壁に飾れば千両役者の出来上がり。舞台から客席を眺めたり、店の中を覗いたり、華やかな衣装を間近で見て、楽器に触れて、音を鳴らして熊取りを体験。こんな風に歌舞伎を体感してみると、そこには人を楽しませるエンターテイメント精神がいっぱいあふれていることが分かりました。またぜひ劇場へと足を運んで、歌舞伎という日本の伝統芸能をじっくりと堪能したいと思います。